はい、タンタンです。マーチンフェアやってますけれども、一本ね、またちょっと入っておりますのでご紹介したいと思います。トリプルオーの28ですね。よいしょ、こちらになります。まあ定番中の定番と言っていい D28 とね、もう双璧っていう感じの非常にまあ人気もありますし、まあ音もね、やっぱり素晴らしいし弾きやすい一本になってるかなと思いますね。で最近の、まあ、トリプルの28、まあ、他のね、今回の今月入ってる例の28とかみんなそうなんですけども、最近のこの辺のスタンダードのモデルは非常に弦高も最初から低めにセットしてまして、非常に弾きやすくなってますね。かといって音がペシャッとしてるかといったらそんなことも全然なくて、しっかりとしたテンション感を保ちつつも、弦高を低めにっていう感じで最近はセットアップしてるのかなと思います。新品でもね、非常になりますし、いい音がする一本ですね。で木目の方もこんな感じのちょっと淡い感じの色合いの、今回はローズのモデルになっております。こんな感じですね。ということで、まあ、マーチンね、フェアも今やってますけれども、続々いろんなモデル、展示しておりますので、ぜひ、店頭に来ていろいろ比べていただければと思っております。ということで、こちらの方をご紹介しましたのはマーチンのトリプルオーの28ですね。こちらの新品のモデル、こちらの方もありますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。